日曜の夜はせっかくグルメ、食欲マックス芸能人、春のドカ食い2時間半スペシャル。久々のフィガーレ、日村さんは静岡県沼津市でグルメ探しへ、ロケの再開、海の幸満載、贅沢海鮮丼をドカ食い。うめえ、うまい、うまい、うまい。さらに渡米直前の渡辺直美さんと安藤夏さんが食いしん坊ドリームタッグを組み、食べて食べて食べまくる。やばい、うまい。そしてグルメ探し初参戦、エグザイル高弘さんとネスミスさんが愛媛県今治市へ。腹ペコエグザイルコンビを思わず夢中にさせる豪快グルメにドカ食いが止まらない。本当に美味しい。最高、日曜夜6時30分。せっかくなので YouTube 限定配信、 EXILE のお二人が最近ハマっているお取り寄せとは。お二人はあの食べることはお好きですか？僕も結構食べるの好きで、あのそれこそ本当自粛期間だったりとか、家にいるのがこうちょっと長い時間いることが多かったので、結構お取り寄せしたんですよ。その地元僕熊本なんですけど、馬肉のしゃぶしゃぶとか、はい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 、あとはあの福岡でよく行かせていただいてるいろはっていう水炊き屋さんがある。いろはね、はい、そこ電話してそれでこう水炊きをあのお取り寄せしたりとか。あ、やってるんだ。結構やってたんですよね。熱さんかなりお取り寄せしてましたね。してます。なんかそのイメージあるな、はい、あのリハーサルだったりとかにも、はい、差し入れでなんかみかんを段ボールごと持ってきてくれたりとか。それこそあの今治市ではないんですけど、はい、愛媛のその小太郎みかんっていうみかんがあって、はい、あれもうスーパー美味しかったな。スーパー美味しい。今まで人生の中で食べてきたみかんの中で一番美味しかったですね。高級みかん、はい、1個200円ぐらい1個食べて、僕あんまりもうますぎて見てないうちに5個ぐらい盗んで持って帰りました。お取り寄せ、お取り寄せしました。こっからのね、バナナマンのせっかくグルメ2時間半スペシャル、日曜夜6時30分。